皆みなさんこんにちは。トイック対策、猛牛チャンネルの猛牛先生です、えー。今回もですね、トイック700点レベルの重要単語を10個見ていきます。まず最初にね、10個ばーっと,、えー、と単語見ていきましょう。単語意味わかるかね、えーと。チェックしてみましょう。それでは始めます。Proper.Proper.Multiple.Identification.Failure.Failure.Outlet.Outlet.Attempt.Ordinary.Ordinary. m u l t p l e i i i d e n t i c t o n f a i t t t a e m p Exp ire, expire, expire.accommodate, accommodate.prescription, prescription. prescription. はい、10個の単語ね、分かったでしょうか今回はね、この10単語を例文の中で確認していきます。それでは早速始めていきましょう。まず1単語目はこれです。proper, proper. はい、この単語の意味わかるでしょうか、えー、この単語をですね、例文の中で確認していきます。まずですね、この例文の音声を2回流しますので、その間にこの単語の意味ともう一つ、えー、例文の意味もね、わかるかなって確認してみてください。それでは音声を流していきます。New employees undergo etiquette training to learn proper ways to treat customers politely.New employees undergo etiquette training to learn proper ways to treat customers politely. はい。この proper っていうのはですね、適切なという意味になります。まあ、適切なとか、ちゃんとしたってことですね。で、new employees えと新しい従業員たちは undergo 経験しますよ、受けますよエリケ a トトレーニングエチケットトレーニングなんで、まあ、マナー講習とかですね、マナー講習を受けますよ、to learn 学ぶために proper ways ちゃんとした方法を to treat customers 扱うですね、お客さんを、えー、扱う、politely 礼儀正しくってことですね。まあ、なので、 新入社員はマナー研修を受け、礼儀正しく接客する適切な方法を学びますという意味になりますはい、New employees undergo etiquette training to learn proper ways to treat customers p o l i t e l y、はい、ok, でしょうか、こんな感じでですね、残りのき単語も見ていき、ますそれでは二単語目ですね、二単語目はこれです。m u l t i p l e m u l t i p l e、はい、この単語の意味わかるでしょうか、これもですね、例文の中で確認していき、ます例文の音声をね、2回流しますね、それではいきます Thanks to the Internet. It's easy to compare prices between multiple stores. Thanks to the internet, it's easy to compare prices between multiple stores. はい、この multiple っていう to the internet、え、it's easy to compare、え、コンペアする compare prices、between multiple stores、え、、なので インターネットのおかげで複数の店の間で価格を比較するのは簡単ですという意味になります internet, はいこの multiple 複数のっていうのはマルチタスク複数のタスクを同時にやるみたいなまあマルチっていうところからまあ覚えやすいですよねはい覚えておきましょうではですね次の単語に行きます三、えー、つ目の単語はこれですね identification Ident はい、この単語の意味わかりますかね、えー。それではですね、例文の中で見ていきます。音声聞きましょう。I'm sorry, but without proper identification, I can't allow you to enter the building. I'm sorry, but without proper identification, I can't allow you to enter the building. はい、この identification っていうのはですね、えー、身分証明書っていう意味ですね。まあ、ID ですね。はい。なので、えっと、I'm sorry ごめんなさいと、but でも、without proper identification、えー、適切な身分証明書がなかったら、I can't allow you to これは洗う人 to do で人に何々することを許可するとかですね。I can't allow you to enter the building、えっと、ビルディング、まあ、この建物に入ることを許すことができないんですよってことですね。まあ、なので、申し訳ありませんが、適切な身分証明書がなければ入 入館を許可できませんという意味になります。I'm sorry, but without proper identification, I can't allow you to enter the building. はい、OK でしょうか。それではですね、次の単語に行きます。四、えー、つ目の単語はこれですね。Failure。Failure。はい、この単語の意味わかりますかね、えー。例文の中で確認をしていきましょう。The machine failure could have been avoided if we had properly maintained it. The machine failure could have been avoided if we had properly maintained it. はい。この failure っていうのはですね、故障とか失敗っていう意味です。で、ここでは machine failure なので、機械の故障ですね。で、これが主語です。で、その後、could have been avoided, could have 過去分詞で、if we had maintained っていうふうに、if 主語、had 過去分詞ってありますね。で、これは、まあちょっとあの、単語よりも先に説明しておくと、 この If, 主語 had, done. ここですね。If, 主語 had, 過去分詞で、こう、まあ、これちょっとね、順番逆になってますけどね。えっと、主語 could, have, done っていうのは、これ、仮定法過去完了って言われるので、ここ、過去完了ですからね。Hado plus 過去分詞過去完了形なんで、まあ、仮定法過去完了なんですけど、えっと、過去にもし何々だったら、過去に何々できただろうっていう。過去もしこうだったら、えっと、まあ、昔ですね。以前にもしこうだったら、こういう風にできてただろうねっていう言い方です。なので、ここでは、私たちがもしこれができていたら、この機械の交渉は、 こうできていただろうねっていうことですでこれでですねまあ、もう1回文の意味を見てみくと この機械の故障っていうのは could have been avoided えっと避けられることができていたでしょうねもし私たちが properly 適切にあ、これ適切なの ly で副詞ですね適切に maintain えっと整備していたらこの it はえっとマシンですねもしこの機械を適切にメンテナンスしていたら機械の故障は避けることができただろうってことですまあ、もう一回言うとその機械の故障はきちんとメンテナンスしていれば避けられたでしょうという意味になります The machine failure could have been avoided if we had properly maintained it. はい、この文ではね、failureっていう単語も重要なんですけど、この仮定法過去完了の、えっと、もうしっかりね、理解できるといいですね。はい、ではですね、次の単語に行きます。えー、5つ目の単語はこれですね。Outlet Outlet, outlet. There might be an issue with this power cord. It's plugged into the outlet, but my computer won't turn on. There might be an issue with this power cord. It's plugged into the outlet, but my computer won't turn on. はい、この outlet っていうのはですね、実はコンセントとか、まあ電源の口のことですね、差し込む口のところです。まあ、なんですけど、there might be、これはあるかもしれないですね。There might be an issue、issue は問題です。with this power cord、まあ電源コードに問題があるかもしれないね。 it's into plugged ここはですね、プラグ〜into がまあ受け身になってるんですけど、プラグ〜into で〜をえとどこどこに差し込むです。まあ、なので、それは差し込まれてますよ、the outlet、コンセントに、まあ、電源口にですね。で、but でも、my computer won't turn on、私のコンピューターの電源がつかないんですと。ということですね。まあ、なので、この電源コードに問題があるかもしれません。コンセントに差してあるんですが、パソコンの電源が入りませんという意味になります。There might be an issue with this power cord. はい、OK でしょうか。これで前半終わりましたね。はい、それではですね、後半も頑張っていきましょう。6つ目の単語はこれですね。Att empt. Att empt. はい、これもね、わかりますかね。A、例文の中で確認していきましょう。

はい、この attempt っていうのはですね、えっと、試みっていう意味です。ちなみにここでは、えっと、会社の試みっていう風に名詞で使われてるんですけど、動詞の言い方もあります。まあ、特に attempt to do で、何々しようと試みるっていう風に、えっと、動詞で使われることもあります。あ、ここは to do で繋がってますね。ここは、何々しようとする試みっていう名詞なんですけどね。はい。で、えっと、文の意味としては、えっと、この会社の試み to enter the European market えっと、ヨーロッパ市場へ、えっとまあ、参入していこうとする試みは failed えっと、失敗しましたよ。これ、失敗するっていう、えっ、ー、と、動詞ですね。えさっきね、failure っていうね、えっ、ー、と、名詞の失敗っていうのもありましたけど、こっちは動詞です。で、えっ、ー、と、failed、えっ、ー、と、失敗しましたよ。due to 何々が原因で、a lack of えと不足ですね。何々の不足が原因で、of proper market research えーとマーケットリサーチ、proper ちゃんとした、まあ、適切なマーケットリサーチの不足が原因でってことですね。まあ、なので、その会社のヨーロッパ市場参入の試みは、適切な市場調査不足により失敗しましたという意味になります。 The company's attempt to enter the European market failed due to a lack of proper market research. Ordinary Ordinary Although this minivan model looks very ordinary, it's the best-selling vehicle for small families. Although this minivan model looks very ordinary, it's the best-selling vehicle for small families. はい、この ordinary っていうのはですね、普通のとか、まあ、ありきたりの、まあ、一般的なっていう意味ですね。まあ、なので、although this minivan model, えっと、このミニバンモデルは、looks very ordinary なんか、普通に見える、めちゃくちゃ普通に見えるんだけれども、it's the best selling vehicle ま、一番売れてる vehicle 車なんですよ。for small families ちっちゃい家族向けのってことですね。まあ、なので、この方のミニバンはとても普通に見えますが、少人数の家族向けのベストセラー車ですという意味になります。 Although this minivan model looks very ordinary, it's the best-selling vehicle for small families. Expire Expire Even though the coupon had expired, the clerk let me use it anyways. Even though the coupon had expired, the clerk let me use it anyways. はい、この expire っていうのはですね、えっと、期限が切れるとか何かが満期になることですね。まあ、なので、even though 何々ではあるけれどもですね、えー、このクーポンは had expired 期限が切れていたんだけれども、the clerk、えー、と店員さんですねは let me use it、えー、レッドはですね、何々させるなんで私に使わせてくれましたよ、それをこの it っていうのはクーポンですね、それを anyways まあ、とにかくってことですね。あちなみにですね、まあ、この let はですね、動詞の、えー、とこれ過去形ですね、レッドは、えー、とレッドレッドレッドっていう活用 なんでえっと、店員さんは、させてくれました、私に使わせてくれましたですね。あ、ついでにですね。この、had expired ってのは、クーポンがこの、使わせてくれたとくれていた時よりも前に起こってるんで、このクーポンがエクスパイアした時がね。ね、まあ。なので、過去完了、えっと、過去よりももっと過去ですよっていうのを表す、えー、過去完了になっています。えっと、で、文前体の意味をもう一回言うと、クーポンの期限は切れていたのですが、店員はそれでも使わせてくれましたという意味になります。Even though the coupon had expired, the clerk let me use it anyways. はい、OK ですかね。では残り2単語ですね。えー、9個目の単語はこれです。はい、どうでしょうか、この単語ね、えー。これもですね、例文の中で確認していきましょう。The customer service team will be divided to accommodate the international market. はい。この accommodate っていうのはですね、受け入れるとか対応するっていう意味です。なんかよく出るのがですね、この例文とはちょっと離れるんですけど、例えば、The room can accommodate 20 people なんて言うと、この部屋は、えっと、20人を受け入れることができますようなので、えー、その部屋は、えっと、20人収容できるみたいな感じで、えっと、使われることがよくありますね。で、えっと、例文としては、The customer service team will, この、えっとこのカスタマーサービスチームは will be divided, 分割されますよ to accommodate the international market. 国際市場を受け入れるために、まあ受け入れるというか対応するためにですね。まあなので、カスタマーサービスチームは国際市場に対応するために分割されますという意味になります。The customer service team will be divided to accommodate the international market。はい、OK でしょうか。ではですね、次、最後の単語ですね。10個目の単語はこれです。Prescription。Prescription。はい、この単語ね、意味わかりますかね。例文の中で見てみましょう。I got my prescription filled at the drugstore down the street. I got my prescription filled at the drugstore down the street. はい、この prescription っていうのはですね、えっ、ー、と、処方箋っていう意味です。あの、お医者さんに出してもらう処方箋ですね。で、えっ、ー、と、ここではですね、I got my prescription filled っていう風にあるんですが、この部分、えっ、ー、と、まず、get 何々んで、何々を何々の状態にされる、まあ、してもらうみたいな意味があるんですね。なので、えっ、ー、と、私は私の prescription をフィルしてもらいましたっていうことなんですけど、ここでですね、まあ、fill っていう単語が使われてるんですが、fill って満たすですよね。なんですけど、えー、fill a prescription 処方箋をフィルするっていうと、処方箋の 薬を出すとかまあ調合するえっと薬を調合するっていう意味になります。まあ、なので I got my prescription filled。私は処方箋の薬出してもらいましたよ。At the drug store。このドラッグストアで down the street。えっと道を行ったところでってことですね。まあ、なので私は処方箋を通りの先にあるドラッグストアで出してもらいましたという意味になります。I got my prescription filled at the drug store down the street. はい、えー、これで十単語終わりましたね。えー、お疲れ様でした。十単語ね、全部わかりましたかね。途中ね、ちょっと難しめの文とかもありましたのでね。あ、ちょっと、なかなか理解しにくかったなっていう例文とかはですね、ぜひ動画を戻してですね、もう一度、えっ、ー、と、まあ、音声聞きながら、えっ、ー、と、何度かね、読んでいただくといいかなと思います。 というところで、今回は以上なんですが、最後にお知らせです。えー、僕は現在ですね、えっ、ー、と、盲牛先生のメルマガという、えー、メールマガジンを配信しています。えー、このメールマガジンはですね、えっ、ー、と、英語力、まあ、特にリーディング力を、えっ、ー、と、上げていきたい人向けに、英語長文の解説動画を、えっ、ー、と、2週間に1回ですね、えっ、ー、と、配信しているものです。えー、興味がある方はですね、この動画の概要欄を見てみてください。リンク貼ってます。はい、というところで、今回の動画は以上になります。今回の動画が役に立っていれば幸いです。いつもですね、いいねいただきました。ありがとうございます。コメントもね、いつも楽しく読んでいます。というところで、えっ、ー、と、引き続き 続きえ、ご学習を頑張っていきましょう。ご視聴ありがとうございました。